栄光が糸高きところにいます方にありますように。神の御子、地に生まれたまいし、聖なる命、地を覆う糸高きところに神の平安が、地には平和がありますように。御子イエス様のお誕生、アーメン。Thank you.
キリストイエス様、この地にお生まれくださってありがとうございます。天からたたえよたたえよ、聖なる子よい、神の御子がお生まれになったと、静かな静かな夜、その喜びが伝えられ、あたかもお生まれになったアレルヤと、地のものが、や作られたすべてのものがそれにこうして喜んでいるようです。神の御子がお生まれになった、この一言で私の心は喜びにあふれます。本当の喜びを教えてくださった方がお生まれになったからです。この喜びがすべてのものに、いや、すべてのところに満ちますように。そして今宵あなたのお誕生を、私たちは作られたすべてのものとともに喜び称えます。このイブの礼拝の時をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエスキリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないで、マリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をそのもろもろの罪から救うものとなるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。インマヌエル、神我らと共にいます。
インマヌエル、主ともにいますと、この賛美をしているだけで喜びがひた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 と湧いてきますよね。この響きは癒しだなと思いながら聞いていました。神様に出会ってから26回目のクリスマスを迎えているのですが、毎年その喜びが増してきています。お生まれくださった喜びが、私が今こうして生かされている喜びと重なってくるからだと思います。神様に出会う前は私は結構楽しく生きてましたが、心の一番深いところでこれが本当の喜びだとは思えない、これだけでこれ以上のことを知らないで死んでいくのは嫌だと思っていました。心の中にいつも不安を抱えていたし、でも誰も周りでそんなに自分に不安を与える人などが特にいたわけではなかったのに、何か不安だった。多分なぜ生きているのかということを知らない不安だったんだと思いますが、不安だった。そして深い深いところを見つめると孤独だった。自分には両親はいたし、親しい友達も、仕事上のことを何でも話せる友もいました。でも一番深いところで私は孤独だ、一人だと思っていました。この理由がはっきりとはしないでそんな悲しみや孤独を抱いているというのはきついんですよ。何か理由が分かるとそれがなくなるように努力したらいいから。でもそうではなかった。その全ての不安や痛みや悲しみに応えてくださったのが主との出会いでした。それまでは自分が努力したら努力した分だけ喜びが与えられる、喜ばれる、何か条件があったんですよね。まるで無条件と言いながらその裏に何か条件があった。でもこの神様との出会いは無条件の愛と言いますよね。私に条件があろうがなかろうが、そのまま丸ごとを愛し、そして私がひどいことをしようが裏切ろうと思うんです、それでもなお愛する、喜んでそのために命まで捨ててくださった愛があるという出会いでした。この愛を知った時、私はその人生でそれまでに知らなかった喜び、もうこんな喜びのままこれ以上の喜びを知ることはなく死んでいくんだろうかと思っていた悲しみや不安に答えを与えてくれるものでした。神がおられる、神が共にいます、これを知ることは本当の喜びに出会うそのスタートでした。だってもう神が共にいてくださる、今もね、ああ私はこのインマヌエルの賛美の中でしようって、共にいてくださるためにあなたはお生まれくださいましたねって、私がどんな状況であれ共にいてくださる、そのために十字架についてくださいましたねって喜んで、なんかこうそういうお祈りをしてたんですね。そしたら、まあ、本当にこう思いなんですけどね、本当に勝手な思いかもしれないけれど、私の方こそ共にいたいんだよって迫るような声がしたように思いました。この地に生まれ
十字架にかかってくださったのは、あなたのうちにこの御子が生まれ、あなたと共に生涯、永遠までもこの神は共にあって生きてくださる。この喜びっていうのは、この知性の言葉で説明するのはとっても難しいですよね。だけど喜び、私は神に出会ったのは、いや、神がこの地にお生まれくださったのは、私たちが神様のために生きるためだと思った時がありました。で、今もそう思っていますが、なんかね、こう神のために生きるとか、神を礼拝するために私たちはいるとか、神を賛美するために私たちは生まれたんだっていうとね、なんだかこの知性ではね、生活の上では、そんな、そこにそんな喜びが本当にあるのって、そんなことのためにって思ってしまうんですけれども、本当に神のためにと知った時、あなた個人の、私個人の最高の喜びのためにであるということが分かります。自分のために、あるいは家族のために、愛する者のために、いろいろこの喜びを与えたいとすること以上のことを神様のためにしたら、神様は与えてくださる。そのことを知ったとき、私は神様の御子が、イエス様が、ああ、私のうちにお生まれくださったんだと思いました。自分のために生きる、人のために生きるときにはどうしても限界があります。でも神のために生きるとき、自分のためにも人のためにも、いや、全ての人のためにも生きることになるし、それ以上のことになります。なんかこれがね、私はクリスマスの喜びだろうと思っています。神の御子がこの地にお生まれになるとき、乙女マリアは私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと言いました。もはやもう自分のためになんて吹っ飛んでますよね。まだ夫を持っていない女性が身ごもったりしたら死刑だったんですよね、当時ね。でも彼女は自分のことはもう考えなかった。神様の願われる通りに、お言葉通りにこの身になりますようにって、なんかこの神様がお生まれになるクリスマスのこの喜びのためには、マリアのこの信仰がいったんですよね。そしてマリアは身ごもりましたが、その時神様を褒めたたえて賛美しました。マニフィカット、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。本当だったら、現実を見たら怖いんですよね。でももうその怖さを見ない、忘れるというのでもないんですよね。見ない、それ以上のものをマリアは見てしまった。お言葉通りこの身になりますように、神様のために生きる、その喜びを私たちは受け継いでるんですよね。マニフィカットいきます。
満ち溢れてきますよね。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かせてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。糸を高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある幼子を探し当てた。彼らに会った上でこの子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので、神をあがめまた賛美しながら帰っていった。大きな喜びよ、そして天使たちのハレルヤ、羊飼いたちのハレルヤを続けて賛美します。恐れるなよ、すべての民に与え。
美しい響きに私の深いところのものが言います。知ってるよ、私も一緒に歌っていたよ。2000年前、ベツレヘムの馬小屋に風の教会がそのまま直結している。あの時にあなたもいたではないか。夜空が限りなく透明に、すべての星が静かに震え、天使たちが神に栄光を、その賛美、あなたも聞いたではないか。馬小屋に確かに私はいた。2000年の時間空間、そんなものが一挙になくなり、風の教会はベツレヘムの馬小屋となる。このただ中に神の御子イエス・キリスト様がお生まれになった。グロリア、栄光が、天の栄光が今っちと一つとなる。だから真船の中の御子イエス様をさあ共に賛美しよう。星の子たち、牛も馬も麦わらも、すべてのものが静かに静かにキリストを褒めたたえる。クリスマスのグローリア。Oh, no.
東方から来た博士たちがベツレヘムの巫女の前に感謝の捧げ物をいたしました。私たちの感謝をベツレヘムの巫女に今差し上げたいと思います。イエス様ありがとうございます。光よ、永遠の光をあなたにつなぐ。この賛美が与えられた時、天からあなたに光をつなぐと語られたように思いました。神様の命の光を、愛の光を、願いの光をあなたにつなぐ、永遠につなぎ続かれる、この光をあなたに、そしてあなたからすべての作られたものへ。光の主よ、
お生まれくださってありがとうございます。あなたの光がこの地に満ち溢れ続けますように。
永遠の光、闇は光に勝たなかった。永遠の光、ここに命がある、ここに愛がある。永遠の光の中に生きなさい。クリスマスの御子がお生まれになった、それゆえ
あなたは救われた。あなたは救われたのです。すべての罪から、すべての悲しみから、病から、あなたは救われた。栄光が限りなく御神にありますように。父なる神に栄光が、クリスマスの御子に栄光が、御霊なる御神に
栄光が余裕限りなくありますように。地にクリスマスの平安、永遠にありますように。アーメン。メリークリスマス。メリークリスマス。